座っていいですか。はい、お疲れ様です。10月12日本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は、はい、もちろん新井監督の就任会見について喋っていきたいなというふうに思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、まあ細かいね中身については後半で触れていくんですけども、まあ全体的に見まして、非常にいい会見だったなというふうに思います。あのね、お互い茶化したりせずに、記者の方も真剣に質問して、新井監督も真剣に答えるといった構図ができておりまして、非常に好印象な会見でございました。まあ会場はですね、去年の立浪監督だったり新庄監督に比べますと、幾分質素なところは感じましたけども、立浪監督はなんか金屏風の前だったりね、新庄監督はまああの感じでやっていたんで、ちょっとね寂しい感じはするんですけども、まあそれもねカープらしい新井監督らしい、会見だったなというふうに思います。皆さんの印象はいかがだったでしょうか。はい、でまあね最近まあプロ野球選手だったりね監督だったりもトークが、うまい方だったりね、語彙力がある方もいるんですけども、まあ新井監督らしい非常にね、丁寧な、口調で説明していただいて、非常に分かりやすい会見で、期待の持てる会見だったなというふうに思います。はい、というわけでこちらのチャンネルは言わずと知れた、新井カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録していただいて、新井カープを一緒に応援していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、というわけでまず初めにオープニングの方いってらっしゃい。おかえりなさい。というわけで早速記者会見の方を振り返っていきたいと思います。先ほども言ったんですけども、まあ新井さんらしい会見だったなというのが印象的ですね。あの難しい言葉は使わずに非常に丁寧にね、真剣に考えながら言葉を発しているなというような印象を受けました。はい、その一方で印象に残るね言葉フレーズというのもいくつかありましたんで、そちらとともに振り返っていきたいなというふうに思います。はい、まず初めでいきますと、オファーから決断まで時間はかかりましたかというような質問があったんですけども、まあ、断る選択肢はなかったというような答えを言っておりました。はい、まあね、カープからタイガースに移って、でそこからね、カープ戻ってくるときに受け入れてくれたということで非常にね恩義を感じているということで、もうカープからね頼まれたら僕は断ることなんかしませんといった具合で引き受けてくれました。本当にね頼もしい言葉でございました。はい、で次は、どんなチームを目指しますかという質問に対して、ワクワクするチームを目指しますと、まあ、強さはもちろんなんですけども、見ている方がワクワクするようなチームを目指すというような言葉を言っていただきました。はい、自分もですね今年は、笹岡監督にね、もっとワクワクする采配見せてほしいなということで、まあ、選手の起用だったり、攻撃の作戦面だったりといったところでワクワクする采配見たいなというより何度か申したんですけども、そのワクワクするチームという言葉がね新井監督から聞けたというのはとても嬉しいことでございました。はい、その次はですねコーチ未経験だけど、野村監督に次ぐ、コーチ未経験から監督だけどどうですかという質問に対しては、もう覚悟はできているという男の目をしていましたんで、もうねここは心配ご無用ということで応援の方していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、その次はですね、成果を出すための期間であったりねビジョンというのはありますかという質問に対してですね、まあそのままストレートに返すのではなくて、まあそういったことは一つ一つの積み重ねになるので、選手に対してねそういうマネジメントを僕はしていきますよということで、ここもですね非常に頼もしいですね。あの計画性を持っていろんなことを作り上げていくといった意味がこもっていると思いますんで、ここも期待できる回答でございました。はい、でここはですね次はですね自分も、昨日気になるところというところで、選手との関わり方というところなんですけども、まあ、現役時代の自分の姿を見てこれは厳しいぞと思っていると思うからそのようにやっていくという言葉をいただいたんで、まあここはですね、現役時代ね一緒にやっていた相澤選手だったりね菊池選手だったり、大瀬良選手だったりねいますけども、まあ新井さんの場合だとね、親しい仲の人ほど厳しく接することができるのかなというふうに思っております。なので親しい仲だった相澤さんだったりね菊池選手に厳しくすることで、チームをねピシッとシャキッとさせる意味を持たせてやってくれるのかなというふうに思います。まあこれはですね、我々サラリーマン、我々と言いますか私サラリーマンとかでもありますけどね、まあ上司部下の関係で、プライベートでね仲のいい関係だから、上司部下がなあなあになって
ビシッとするところもできないというような関係もあるんですけどね、まあ、そうなっていくと組織としてはね、悪い方に向かっていきますよね。一方でその仲のいい人に対してビシッということによって、周りの空気もねピリッとさせれる、ような、上司がいますと、その組織はうまく回っていくということで、まあ、新井さんさんはね、そういった方向に向けて、頑張ってくれると思いますんで、まあ、相澤さんだったりね菊池さんにビシッということで若手もねいかん俺たちも頑張らなきゃと思わせるような、監督になってくれると思いますんで期待の方しております。はい、で期待の若手いますかということでこちらですね昨日の動画でやめといたれ質問の中に入ったんですけども、まあ案の定ね、記者の方から質問出ました。で当然のようにねもう若手全員です、むしろもう皆さんねフラットな目で1軍2軍ベテラン若手中堅外国人、関係なしにフラットな目で、レギュラーだったり、1軍だったりをね決めていくという言葉も出ましたんで、ここは本当に安心いたしました。はい、もう記者もね聞くんだったらこの期待の若手誰ですかって聞いたらねそれは答えれませんよ。もっとねエッジの効いたね突っ込んだ聞き方しないとね、まあ、例えば新井さんなんで、右の長距離候補で正水さんいますけどどう思いますかぐらいね、末金さんいますけどどう思いますかぐらいね、もう聞くんだったら固有名詞出しちゃわないとね答えれませんよね。期待の若手誰ですか、丸々選手です、それは答えませんね、さすがに。はい、で次ですけども、コーチ陣に求めることという質問もありました。ここね、非常に新井さん困ってるといいますかね、慎重に言葉を選んでましたね。で、まあ、結論といいますか、答えとしては、まあ、勝つためにどうするかと、自分も含めて勝つためにどうするかというのを考えてやってほしいということを言ってたんですけども、まあ、いろんな含みがあるように感じました。はい、まあ、コーチ陣ね、実は決まってるけど、まだここで言えないから、具体的に求めてることを言っちゃうと、これもう種見せちゃうし、じゃあどうやって答えないわけにもいかないし、みたいなね、なんかいろんなね、こう、葛藤とかね、フィルターをかけながら喋ってるなというふうに思いました。で、まだコーチ決まってないんですけど、みたいな答えでもなかったんで、まあ、おそらくね、8割、9割。決まっているのかなというところでの回答だったのかなというふうに私は読みました。はい、でドラフトのところですね、記者の方からねドラフトの運も監督握ってるんじゃないですかみたいなことを言われたんですけども、まあ競合しないことを祈るというのを 2,3 回ね繰り返して強調していたんで、ここもなんか含みがあるのかなと、もう1位指名ね固まっていて、まあ森下投手栗林投手のように一本釣りを狙っていますと言えないですけども、まあ、そこをね競合しないことを祈るとちょっと笑いに変えつつも、一本釣り狙ってるというようなね様子を伺わせてくれました。はい、まあ、今年の、ね、ドラフトどうなるか分かんないですけど、まあ、ドラフトの動画もね、なんとかね、ドラフトの当日までにね一本作りたいなというふうに思っております。はい、次ですね、ファンに向けてメッセージをお願いしますということで、まあ、マツダスタジアムをね真っ赤に染めてくださいというリクエストがありましたんで、皆さんしっかり赤く染めましょう。はい、で自分みたいにね愛知県民からしますとちょっとね空席がある方が、現地参戦ねしやすいなというふうに思っていたんですけども、まあね赤く染まってない球場を見るのも辛いですし、かといってじゃあ自分が行くってなった時は赤く染まっててほしいしという複雑な思いなんですけども、まあねそこはね赤く染めちゃってください、広島県民の方、本当にお願いいたします。はい、でそれに対してね、ズームスターをね松田スタジアムを赤く染めてくれましたら、我々、カープはね、皆さんの心を真っ赤に燃えさせるといったこともね約束してくれたんで期待していきましょう。はい、でここで全体の質問はね、終わりまして、各記者からの、ね、質問ということで、まあ、新井さんが、選手時代はね練習で、レギュラーを掴んだ男ということで、どのような練習をね、選手に求めますかということで、まあ質も大事、量も大事、しっかり汗かけというようなのに対してね、寝ていてはうまくならんぞということで、まあここもね、新井さんらしい、カープらしいね、回答で安心いたしました。はい、で、まあ高津監督がね、同じ高校、県立広島工業ということで、どう思いますかと、ここもね、ちょっと答えにくい質問かなというふうに思ったんですけども、まあうまく交わしましたね、アドバイスもらえるかなと思ってますみたいな感じで、しっかりね、交わしたんで良かったかなというふうに思います。はい、で、次の質問はね、面白かったですね。強くなるためにはどうですかということで、まあ、バランスが大事だということで、まあ、
広い意味でね、バランスが大事だということで、まあ、中堅、若手、ベテラン、外国人だったりね、その辺の戦力が、バランスよくあるのも、一つのバランスですし、まあ、シーズンね、143試合かな、ある中で、序盤、中盤、終盤と向けて、そこら辺でもね、戦力の整え方のバランスも必要ですし、試合の中でのバランスも必要だということで、まあ、広い意味でバランスをね、取ったチームにしていきたいというふうに言ってくれました。はい。で、ネクタイの色も突っ込まれてましたね。なかなか可愛いネクタイしてたんですけども。まあ、一番目はね、やっぱり赤を選ぶということで、まあ、カープファンあるあるですよね。ここはもうカープが好きな方は、やっぱり最初は赤を選ぶということで、選手やね、監督も一緒だということで嬉しかったです。はい。で、ここ次ですね、ウィークポイントはどこだと思ってますかというとこなんですけども、ここ自分の中でね、一番今日嬉しいコメントだったかなというふうに思います。まあ、いろいろね、点を挙げてくれたんですけども、まあ、カープといえばやっぱりね、グラウンドを走り回る野球ということなので、それを復活させたいということを言ってくれたんで、今年のね、悲惨な盗塁数に対して、来季はね、巻き返ししてくれると思いますので、期待しましょう。はい。で、最後ですね。まあ、ここにも書いてありますけども、しっかりね、オチをつけてくれまして、背番号いくつつけますかということで、昨日ね、私は75を予想しますということを言ったんですけども、まあまあ、笑かしてくれましたね。15番を要求しました。黒田に聞け、聞けません、みたいな感じでね。まあ、その後、地元のテレビに出られて、いろいろね、その後日談といいますかね、後の話もあったみたいなので、ちょっとそこはね、自分見れてないので、詳しい方いましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。はい。というわけで以上でね、監督の就任会見の振り返りになります。ちょっとね、自分なりの解釈を入れながら喋っていきました。皆さんのね、解釈もまたコメント欄で教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、CS ファイナルステージも始まりましたということで、今日はですね、セリーグもパリーグもとか優勝したチーム、1位のチームが勝っているということでね、まあ、順当ですね。はい。このままね、1位同士が勝ってくれるのがね、一番綺麗かなというふうに思うんですけども、またいい試合見たいんで、バンクもね、タイガースも盛り上がっていってほしいなというふうに思います。まあ、ここからね、2勝0敗ですもんね、実情。巻き返すのはかなりしんどいとは思いますけども、いい試合を期待しております。はい。というわけで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。明日からまた CS で喋っていこうかなというふうに思います。やっちゃおうよ。はい、ありがとうございました。新井さん、頑張って。